1年間応援ありがとうございました。コロナ禍という大変難しい状況ではありましたが、なかなか勝つことができず申し訳ございませんでした。最後の味の素スタジアムでの試合で必ずファンサポーターの方々にいい試合を見せて勝ちを届けれるように頑張ります。応援最後までよろしくお願いします。